漁業の振興っていうのかね、これで私一番くじのはみったに来ていただいたお客さんには出さないけどね、ただ海のことをいっぱい知っていただけば、その魚がこう、バタバタしながら網に絡まって上がってくる光景になっちゃうよね。田んぼや畑にも季節があるように、海にもちゃんと季節があって、朝早くお父さんに追っかけに行ってよかったというようなね、年取った方々もそんなようなことを思って言うて書いてから、本当なんだろうなと。じゃあ自分たちもやってることは間違いでなかったなと思ってね。私は逆に、このようなことにあったからなおさらここをやり抜かなきゃねえなっていう考えはあるんですよね。地震津波でこの痛まったこの大自然の状況 の中でいろいろ知らないでる人がいっぱいあるなと、こう私は思ってるんですよ。ここの人間だから、出なければニュースやテレビや新聞でこうね、何歩かんぼされたって実際はあんなもんじゃないんですよね。なもんですから、これはこの民主漁業グリーンツーリズムをやりながら皆さんに見てもらう、知ってもらう、そしてこれからのですね、にこう結びつきで自分たちがこう長く何回も何回も何年も何十年も語り続けなければね、なんか私はそういうふうに、被災者として、それは自分たちのこれなんだな、やらなきゃねえことだなと思って強く思って、海の底から何からもう破天荒にこう攪拌されながらね、海の底おそらく新たになったんだと思うね、これをね、最高の自然からの贈り物のような格好で、この体制をこの頃思っていることがそのことだけだね。災い転じて福となってないですけどね。少し大きいでしたから、朝のお客さんだと6人になって